皆さんこんにちは。白い真っ白いね雪にちょっと黄色がかったアヒルの羽が、羽のコントラスト、そしてこのカモたち綺麗ですね。この子はね青い、あ、真緑してる。アイガモでもね色が違うんですね。このなんかいつもいるやつは羽の色こんな見えないですね。とかやっぱりこれ黄色くなってきて新しい毛になってるんですね。うん、やっぱりこうちゃん大きいな。今日朝ご飯をあげないで行っちゃったので、みんな腹ペコペコペコ。潰されるなよヤギに。リリー、よっこいしょ。あ、やばい、あと猫の餌やり頼まれてたからこれも行かなきゃ。猫の餌やり、えい、バサバサか。よし、ダメよ。痛いわ。あ、痛かった。乗られると痛いです。はい、ご飯だよ。お、プロピオちゃんたちがお出迎えだ。前回から増えた子たち。知りません、名前は知りませんけど。ちょ、あ、いっぱいだな。そしてこれがどんどん大きくなるんだろうな。春先までどこまで大きくなりますかね。8月に生まれたウコッケーちゃんとかはもう結構ウコッケーですよね。ひぃひぃ、怖い。マザー怖い。自分たちの子供の餌をね、やっぱ守んなきゃいけないのよね。キャーキャー、母性本能強いですね。母性強し。真っ黒だね。もうトマトは雪というか、まあさすがにマイナス3度ぐらいなのでやられてます。それでもね食べてるんですね。これ落ちたやつから食べてる感じです。でここ自動で水がやれるシステム。お、いいね。あとかぼちゃ、非常食かぼちゃ。うん、このクロちゃんたちも元気ですね。おとなしいですね。やっぱ人が飼ってたので。このクロちゃんたちは春までとなってます。他の子たちと混ざるかなと思ったんですけど混ざりませんね。この子たちはこの子たちでやっぱし遊んでますね。よし、あ、雪が興味がある。外はね寒いですよ。まあ外みたいなもんなんだけどね。黒いの外に出たがってるな。よし、
ほんで、さて車に乗っていくのもあれなので、ちょっとせっかく雪が降ったのでね、あの三男が家でお留守番しててくれるので、三男と四女ちゃん4番目だけど、を置いて、あの隣の家の猫の餌やりを春まで頼まれたので、やってきますか。昨日実はあの仲良くなろうと思って手出したら噛まれたんですよね。あ、ダメか、仲良くはなりたくないようです。おー、空行くか。さすがにね、まだゆめちゃんと一緒にここら辺をね歩くのがね、まだ超ノロノロというか、まあ早いけどね、家の中では早いけど、さすがに靴履いて歩くのはちょっと遅いんで。そら何やってんの。まあ隣といっても、あ、あそこに見える家近いですけど、結構昔に撮った松の木が倒れてたところでおじさんピースしてた家の猫ちゃんですね。とりあえず2匹家に住み着いちゃってて、家に住んじゃっててね、全然あの本当はあの慣れていれば自分の家に持ってって春まで預かろうと思ったんですけど、かたくなにあの家から離れようとしなかったので、まあいいか、まあストーブもつけといてくれるらしいし、電気も夜になったらそのままついてるし、まあいいかって流れです。まあ、私そうでもしないと運動しないのでね、あまり動かないので、まあたまにそんなイベントもいいでしょう。そうね、自分に言い聞かせて、なんか隣、まあ隣って言えば隣2軒目ぐらいの友達の家のところ、あ、そうだ、昨日旦那が電線の線引っ掛けちゃったんだ、で納屋に行ってる電線の線引っ掛けちゃったから直さなきゃいけないんだ。あ、やばい、ここでこう言ってあるのでなんとか思い出すだろう。そうなんです。なんかいや、引っ掛けたのか、雪で落ちてたのかな、なんかプラーンとしてたんですよね。あれ線がと思って、いや、掛けたんだろうな、わかんないけど、そうそう、あ、雪の重みで落ちてたのかな、電線が、納屋の方に行ってる電線がね。まああのね、お家の中はねプライベートなので映せませんが、ここまでお話に付き合ってくださいましてありがとうございます。空の散歩ですね。空おいで、空ちゃん、今日はのろのろと歩く私と散歩です。まあそんなんで皆さん、あの冬はね自分暇してるので、もしよかったら自分の食べるおやつと私に口に入るおやつを持って遊びにいらしてくださいまあそうなんで、さよなら。ついちゃった、じゃんじゃん。